阪神後4ヤクルト、27日、甲子園球場。ヤクルトの塩見が初回に先頭打者アーチを放ったが、その裏の守備からベンチへ退いた。高津監督は試合後、腰が固まったような感じになったみたい、と説明した。初回先頭の第1打席、大竹の初球を左翼スタンドへ叩き込んだ塩見。自身7本目の先頭打者アーチは甲子園がどよめく一撃だったが、 直後の守備からベンチへ退いた。高津監督もベンチ前でハイタッチする際には白い歯をこぼさず、塩見も厳しい表情でチームメートとタッチを交わしていた。何らかのアクシデントがあったとみられ、意外な形での交代となった。中堅の守備には赤羽が入り、交代がコールされると甲子園のスタンドが再びどよめいた。上位進出へ絶対的なリードオフマンだけに。 その状態が気が気かりだ試合は接戦となったが9回1点差に迫りなおも1・1・3塁の場面で代打川端が2時間に倒れ丸山は,は空振り三振に倒れた打順の巡りで1番に好機が回ってくるケースが多かっただけに塩見の途中交代が響く形となった高津監督は腰が固まったような感じになったみたいですと説明 練習の時から違和感があったみたいです」とし、病院などには行かず状態を見ているという。行けますと本人は言ったんですけど、やめさせました。